N ツアーと申します。このチャンネル皆さんよくご存知かと思うんですが、チャンネル名が日本語から英語に変わったって気づきになられた方っていらっしゃいますでしょうか。で、その中で考えると、このコメント欄ですね、非常に多くの国々から寄せられてて、中には全く読めないような言語もいっぱいあるということで、チャンネルを見ていくと、日本語の場合にはタイトル名このように日本語で出るんですが、英語に切り替えると、ご覧いただいたように完璧に英語のタイトルと概要欄が出てくるという仕組みになってます。ですけど、それ以外の言語にした場合、例えばアラビア語、このように日本語が出てくるっていう状態なんですね。そこをですね、いろいろちょっと紐解いて、どういった設定をすれば国際対応ができるのかという話をさせていただこうと思います。ですが、非常にですね、日本の中で頭打ちをしている、もうこれ以上視聴者が伸びないっていう状態であれば、非常に効果のある方法なんですが、一概にですね、始めたばっかりのチャンネルですとか、全くファンのついてないチャンネルでこれをやると、チャンネル登録者を減らしてしまう可能性が非常に大きいということを最後にリスクとして述べたいと思います。このチャンネルの中では、多言語化ですとか、様々なですね IT サービスを使ってこういった使い方ができるというのを提案をさせていただいております。ぜひともチャンネル登録していただければと思います。ということで、まずですね、チャンネル名を変えるっていう部分と、あと概要欄のところを多言語化していくっていう手順をご覧いただきたいと思います。で、自分のチャンネルとともに Google の翻訳、このようにタブでちょっと立ち上げてみました。で、中を開いていきますと、自分自身のチャンネルですね、このように日本語でですね、記載がされていると思います。そこの部分を丸ごとコピーして Google 翻訳の方に持っていきます。で、これを英語化していくわけなんですが、ここで一つ大きな問題点がありまして、Google 翻訳は、例えば開業がされてると、開業されてるまでのところを一文として読んでしまうという仕様になってますんで、無駄な開業をなくして意味のつながった一つの文にするということで、余計な開業をなくすことで、中の英語の表現をですね、ちゃんとした表現に変えることができます。これはですね、かなりですね、英語の表現が変わりますので、画面上でご覧いただければと思います。ということで、英語が出来上がった状態で先ほどのページに戻っていきたいと思います。ということで、内容をですね、英語に変えたいと思いますので、まずはチャンネル名を変えまして、で、コピー&ペーストで説明の方を変えていきたいと思います。で、ここでですね、ちょっとつまずいてしまったんですが、N ツアーチャンネルってことで中にピリオド入れてるんですが、これピリオド入れられないみたいですね。英語に変わったんですが、実はですね、 YouTube の方が勝手につけてるですね、チャンネル名と説明欄、概要説明欄っていうのが中にありますんで、そこを一旦ちょっと全部消してしまいたいと思います。で、ご覧のように消しました。で、それで言語を追加ということで選択をしまして、で、このような画面が出てきますんで、元々のじゃあ言語は何ですかっていうことで、元の言語、英語で選択。で、選択言語ということで、日本語を選択しました。で、チャンネル名を先ほどと変わらないように N ツアーチャンネルとして、で、概要欄の方は Google 翻訳の方に残ってますんで、そこからコピー&ペーストして日本語の内容を入れました。で、これによって日本語の場合には日本語のページ。で、英語の場合には英語。で、元々が英語になってるんで、それ以外の言語が来た場合には、英語の概要欄とチャンネル名が表示されるような形になります。ということで、まず主要な言語を中にも加えていきたいと思いますんで、フランス語と、で、あとスペイン語ですね。このように加えていきたいと思います。ということで、翻訳の方でスペイン語、フランス語ですね。それぞれ選びまして、コピー&ペーストしてどんどん加えていくということで、まあ、作業の方画面でご覧いただいておりますが、最大でですね、だいたい130言語ぐらい付けられるみたいなんですが、例えば英語でもですね、インド英語、イギリス英語、アメリカ英語といろいろ分かれてますんで、そこは英語っていう選択がありますんで、そこで一つ付ければですね、英語のところは全部カバーできるかな。フランス語もいろんな国がありますんで、フランス語だけ付ける。スペイン語もスペイン語だけ付けるというようなやり方で、共通するようなものはまとめていけばいいのかなと思うんですが、どこの国から来ても、この概要欄っていうのが確認ができるって形にするためには、一回の作業で十分なんで、まあ、全部の言語をつけてみるっていうのも一つの手なのかなと。もしくは主要の言語だけをつける、狙いの言語だけをつけるっていうのも手なのかなと思います。ということで、それぞれつけ終わりましたんで、画面上でチェックをしていきたいと思うんですが、日本語の場合にはこのようにですね、日本語でちゃんと表示がされております。で、英語に切り替えると、英語に切り替わりました。これがデフォルトの言語なんですね。で、
次にフランス語に切り替えたんですが、フランス語もご覧いただいたようにフランス語で表示され、でスペイン語も同様ということなんですが、これで全くですね、自分が知らない言語にちょっと切り替えてみました。でそうしますと、いろんな画面上の UI っていうのは知らない言語で書かれてるんですけど、概要のところだけは英語でちゃんと表記がされてるということになるんで、他の言語で検索された場合でも英語でですね、内容を知ることができると。これ日本語になってると全く読めませんので、ということでデフォルトの言語っていうのは英語にした方がチャンネルの概要としてはいいのかなということで思ってます。スマホのサンプルとしてこのチャンネルをですね、フランス語で概要欄を見た場合ということで画面をキャプチャーしてみました。でご覧いただきますように、綺麗にですねフランス語で内容が出ております。まあ内容は読めませんけどね。続きまして、アップロードするための設定というのをですねちょっといじっていきたいなと思います。で画面を立ち上げまして、ご覧いただいてますように YouTube のスタジオの方で設定のボタンを押します。そうしますと中でいろんな設定ができるんですが、チャンネルの情報の中でサンネルのですねこのキーワード、これに関しては、まあ、例えば英語とかいろんなもんで引っかかりやすいようなものを選んだ方がいいのかな、プラス日本語で引っかかる必要もありますんで、ここは日本語は残しておいた方がいいのかなと思います。ということで、でアップロードするときの言語なんですが、まあ、デフォルトのですねこういうテンプレートを中に書いておくってのもいいと思うんですが、まあ、ここをですね英語にしたりとかっていうのも工夫としては必要かなというのと、あと中のですねキーワード、ここもですね自分でいろいろまた必要なものを加えていく必要があるんですが、日本語、英語、併記の方がいいのかなと思います。で、重要なところはその下の方にありまして、アップロードするですね言語の、動画の言語というところがあるんですが、ここの部分を英語に変えてくださいということで、ここを英語にすることによって基本的に上げていく言語っていうのは英語が基本になりますと。ただ画面上の操作は全部日本語ですんでご安心をくださいということで、そこを英語に変えまして、で、保存ということで、でアップロードしていきたいと思いますということで、アップロードをしますと、ご覧いただいてますように英語というのがデフォルトで設定をされているという状態になります。新規のアップロードに関しては、まあ、英語名でタイトル名と概要欄つけて、でそれ以外の言語をですね後付けしていけばいいかと思うんですが、じゃあ今までアップロードしたものはどうすればいいのかということでご覧いただきたいと思うんですが、従来の動画をこのように開きまして、で中で設定されている言語をですね変更しますということで、英語に変更しました。で内容をそのままコピペで日本語から英語変換ということで、先ほどの編集ですね、改行ですとかそういったところにま気をつけて編集を行いまして、まあ、英語が出来上がりましたんで、それをコピー&ペーストで中につけていくということでつけていくんですが、ご覧いただいているようにコピー&ペーストで持ってって、でタイトルの方も変えるということで、タイトルこれ1行である必要がありますんで気をつけてくださいと。で英語だけがついてるっていう状態になりましたんで、そこに対して日本語をつけていくということで、日本語はもともとありましたんで、それをコピー&ペーストで持っていけばいいんですが、それで登録をすると日本語と英語で表示がされるようになります。基本的には英語ですが、日本語の設定の時は設定できた時には日本語が表示されるという状態になってます。それではスマホの画面の方を見ていこうと思うんですが、日本語で表示している状態ではこのように動画の一覧を見ても日本語という状態になってます。ですがこれをですね英語に切り替えますと、チャンネル名が変わったっていうのと、あとですね動画1本だけ英語になったっていうのがわかるかと思うんですが、このように英語で来た場合には英語で表示される、他の言語で来た場合にはデフォルトの言語、日本語のものは日本語、英語のものは英語ということになるんで、英語にしておいた方が内容がより伝わりやすいのかなということでご覧いただきました。で一つずつの動画を開いていきますと、ご覧いただきますようにタイトルと概要欄両方ともですねこのように綺麗な形で英語で表示がされております。ですんで日本人が見る限りは日本語のチャンネルのように見えるんですが、実際の中身は英語で全て運営がされているというチャンネルにすることができるわけです。それではチャンネルの方を開きまして、他の言語を追加するっていうですね方法をご覧いただきたいんですが、今回はこれ韓国語に切り替えまして、韓国語の編集ということでタイトルと説明欄を加えていきたいと思います。翻訳の方で変換を行いましたら、それをそのままコピー&ペーストと
ということで、中身が読める必要は全くないんですね。ですけど、このようにコピー&ペーストすることによっていろんな言語を加えることができると。基本は英語がもともと綺麗に出来上がってれば、翻訳されたものもですね、ちゃんと翻訳がされてるということなんで、イタリア語も中で加えていきましょうということで、説明文とタイトルを加えていきたいと思います。そして最後にタイ語ということなんですが、もうタイ語になると中身何書いてるのか全くわからないですけど、まあ加えていくとですね、タイの方にも見ていただける可能性が出てくるのかなということで加えてみました。ということでまとめますと、手順としては3つ。チャンネルの名前、概要欄、ここを英語化する。で、他の言語を登録していくというところが1つ。もう1つはアップロードするためのデフォルトの設定を変えて、今後ですね、英語でまずはアップロードしていくというところで、準備編のところの2つということなんですが、3つ目が実際に動画をアップロードするときに英語名をつけて、日本語はあくまでも字幕の中の一つということで、タイトル名と概要欄だけつけていくというやり方で、表面上は日本語に見えながらも実際には英語という形で運営ができていくんじゃないかなと思います。ですが、ここで大きな問題がありまして、冒頭でお話をさせていただいたベースを英語にすると何が問題か、一ついいところとすると、他の言語で来た時にも英語が出るっていうのは非常にいいところではあるんですが、ここのですね、元の言語翻訳って書いてると思うんですが、元の言語だけしか検索ワードの対象とならないっていう問題があるんですね。つまりどういうことなのかっていうと、英語でしか検索ができないんですね。で、先ほどの日本語のタイトルつけたと思うんですが、フルでその日本語のタイトルで検索したとしても出てきません。ですんで、日本語で運営しているチャンネルを英語化してしまうと、日本の視聴者が YouTube 検索で出てこなくなる。で、そこで引っかかってこなくなるっていう、流入が止まるっていう問題がありますというのが確認できてます。で、それ以外の問題もまたどうやったらいいのかっていうご提案の部分もまたですね、いろいろ調べた上 で傾向性が分かったら動画にしていこうかと思いますんで、楽しみにしていただければと思います。で、中で見ていくと、 YouTube の検索をする中ではブラウジング機能ですとか、あと関連動画ですとか、ここが非常に強くて、で、 YouTube の検索、これはですね、動画を立ち上げた初期の段階では非常に重要な、新しいですね、視聴者を呼び込んでいくだけでの重要なものになるわけなんですが、日本の中でもう頭打ちしてるっていう方に関しては、検索で新規が増えるっていうのはほぼなくなってくると思うんですね。で、そこで考えると、ブラウジングと関連動画がもともと強いっていうことであれば、まあ、キーワードを気をつけるっていう必要はあるんですが、そこでお客さんが拾ってこれて、で、なおかつ他の海外の人たちをもさらに拾っていきたいっていうことであれば、ベースの言語を英語にするっていうのは全然ありなのかなと思います。ですが、これがですね、全く、関連動画ですとかブラウジングが強くない状態で YouTube 検索だけに頼ってるっていうチャンネルが、このやり方をすると完全に日本からですね、検索に引っかからなくなるという問題がありますんで、お気をつけいただければと思います。ということで、こういったですね、ネタをですね、動画にさせていただいております。ぜひともチャンネル登録いただければと思います。今回は以上です。